山口県第1区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員、総選挙から設置された。廃止時の定数は4。山口県西部を範囲とする選挙区であった。長きにわたって、安倍晋太郎及びその後継で、息子の安倍晋三、林義郎、田中達夫及びその後継の河村武雄の、 自民党公認の有力議員3名が4議席のうち3つを確保し、4番目の議席を社会党あるいはその他の野党が確保するという構図が続いていた。小選挙区比例代表並立制となって、以後は山口3区と山口4区に分けられ、林が比例中国ブロックに転出したことにより3区を、河村が、4区を安倍が確保するという、いずれも、 無風区状態が続いており、2021年は河村が引退し、参院から蔵替えした林義政が3区から当選している。自治体の名称は第40回衆議院議員総選挙時点のものである。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。本選挙区は第1区の中で県庁所在地が含まれない。 唯一の選挙区であった。1950年の公職選挙法制定時に同法別表で設定された区割りは1925年の衆議院議員選挙法改正により第16回総選挙から第21回総選挙まで使用された区割りをほぼそのまま踏襲しているが1925年当時山口県内で姿勢を施行していたのは 下関市、宇部忍びで県庁が置かれた山口町が市に昇格したのが第16回総選挙後の1929年であったことに起因する。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数555,871人、投票率。 73.42%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行当日有権者数54万8954人投票率75.65%第38回衆議院議員総選挙7月6日執行当日有権者数54万5700人投票率 75.46%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日。有権者数、54万5270人。投票率 70.、70.72%第36回衆議院議員。総選挙6月22日執行当日。有権者数、53万8233人。投票率 77.、77.08%。 第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、53万5605人、投票率 70.、70.97%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数、52万7700人、投票率 70.、70.02%第33回衆議院議員、 総選挙12月10日執行当日有権者数51万9459人投票率73.81%第32回衆議院議員総選挙12月27日執行当日有権者数51万339人投票率72.01%第31回衆議院議員 総選挙1月29日執行当日有権者数48、483。733人投票率 78.、78.41%。第30回衆議院議員総選挙11月21日執行。当日有権者数、48万395人。投票率 76.、76.16%。第29回衆議院議員。 総選挙11月20日執行当日有権者数、47万2040人、投票率 77.、77.13%第28回衆議院議員。総選挙5月22日執行当日有権者数、45万9285人、投票率 83.、83.10%第27回衆議院議員。総選挙2月27日執行、当日有権者数。 44万1653人、投票率79.80%。第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数42万9832人、投票率79.28%第十五回衆議院議員、総選挙十月一日執行当日有権者数十二万百二十五人。 投票率 81.、81.66%第24回衆議院議員。総選挙1月23日執行当日。有権者数、38万4818人。投票率 80.、80.83%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行。当日有権者数、37万1577人。投票率。 66.85%ありがとうございます。